はい、のみさんお茶合わせ。今回もね、極限ボスラッシュギガクッパ編ということで、まあね、例のごとく難易度一番最高難しい、そしてスキルツリーは全て未開放の状態、かつスピードはね、一つも使用しないという条件で、まあ一種のね、縛りプレイを今回もやっていきたいと思います。で、まあ一応プレイヤーはクッパの因縁マリオで、ギガクッパも完全初見なんですけど、まあおそらくガレオムを見る感じ、まあデラックスとか前作とあんま変わってない、なんで俺の勝手な予想なんですけど、ギガクッパはボスの中でも一番弱いんじゃないかって勝手に思っているんですけど、さあどうでしょう。まあだって言うて動きとしては普通のクッパと変わっちゃっ、普通のクッパがただでかくなっただけだろ。そう考えたら、あ、ほらほら普通にのんきに火入ってるだけだもん。ガレオムに比べたらだいぶちっちゃい感じだよね。あ、しかもガードしてる。なので、下。まあ、でもデラックスの頃のミュウツーとガノンドルフが側近についているクッパと何も変わらない。それだと思えば、しかも防御力もそんな高くなさそう。あ、弱い絶対弱いダントツ弱いこいつ。リオレース、今んところリオレースが一番強かったかな。なんか、吹っ飛ばないし、しかも。ダメージだけは一丁前みたいな。これちょっと終点っていうのが狭いわ、純粋に。なかなかライン詰められすぎて。さあ、空母レンダー。いった110、これ次食らったし、こいつもしかして強い、でもこいつこそカウンチャーの餌食な気がするんだけど、だいたいボスキャラ結局カウンチャーで倒すことになりそうなんだけど、ちょっと今日カウンチャー縛ってっか。カウンチャーでもこいつあれだよな、横火バーストあるんだよな。ちょ、純粋にでかすぎてさ、でかいのと多段技使うせいで避けづらいんだけど、あ、ちょっとためんな一丁前に。さあ殴って蹴って、さあ危ない危ない、よっ、早いんだよ派生が。ピーチで一生株投げてれば勝てる。お前この姫様にやられるっていう屈辱をお前に味出してる。そういや一時期さ、クッパ姫とか流行ったけど、あれなんだったの。カウンターあるじゃんこいつ。カウンターキャラ今日は使いませんみたいなこと言ってくれから、そういやこいつカウンター持ってたわ。ジジイを大事にしたい。ジジイを大事に、あくそ、ジジイ伸ばした。カウンチャー、ちょ、カウンチャー貫通、指がこれマジ連打しないと死ぬやつじゃん。速攻でクッパ姫に飽きたらず、キングテレサ姫とか、カロン姫とか、カメック姫とか使えて、挙句の果てには、ワリオ姫とか、ワルイージ姫もいたのかな、俺が知らないだけで。あの辺が可愛くなるんだったら、もう誰でも可愛いじゃん。MKR 姫とか作って、うわ、危ね、対空してくる。それだったら MKR 姫とかも作ってくれよ。危なっす。株よりも尻のが強し。ということで、横 B パラダイス。で、距離を取って、木の秒パラダイス。このね、アフター系、跳ねた、危ない、対空してくる。跳ねた後にね、これ後ろに跳ねるおかげで相手の攻撃をかわしやすいし、これ欲張らずに2回止めが一番いい。でも火が強すぎんだよこれ、どんだけダメージ入るんだよ。普通の通常クッパですらこれ100、いや40入るから、そりゃこの難易度最高のあれだったらこんだけ入るやつ。勝てえなこいつ、危ない、落ちてったりしないのこいつって。こいつ落とすことできないのかな。今までの敵はできなかったけどさ、危ない、下スマと上火に対応してるのがいいですよ。さっきのピュアパラダイス、キノピオのが、ま、お前どうだよお前、この雑魚と思われたキノピオとピーチ姫にボコボコされる気分は。危ない危ない、ウェビーでも当たったらこのパーセントはしないから。欲張ったけど、カウンター成功したじゃん。どっちがマリオのボスにふさわしいかっていうのを分からせてやらんって感じだから。なんかクッパのデザインってでもかなり完成されてるような、普通にかっこいいよな。クッパってマリオの敵キャラにしては、なんかマリオの敵キャラって普通にデザインいいんだよな。下火モロハの剣なんだけど、めっちゃダメージ入るけど好きしかねえ。やめて、死ぬ、これぐらいの距離で当たる。ちょ、闇の気がわからん。耐えた、強くやった、死んだ、痛い痛い痛い。スーパーアーマーの上火ってか、ドンキ全体的に技の後好き、掴めないのがいかんわ。掴めないし、ただ技スーパーアーマーで耐えられるから、ちょっとドンキ不利なんだけど。あめ、まあ、この空母のリーチを生かして、危ない、避けて、空母、これどうやって避けよう。画面端まで行くしかない。おお、横挙かっこいいな。あ、ちょちょ、この距離でも食らうの。いった、ウエスマの派生がな、早いし、無理、もう無理、もう無理。ちょ、我がけにパンチ一発食らせる。おい、スーパーアーマー、シモンで別ゲーするわ、弾幕ゲーするわ。もう相手との距離一定測って、もうこのようにしてね、本当にちょっと別ゲーで対ボスを弾幕張るシューティングゲームかのような行いするわ。これがいかにね、強い戦法かっていう。まあ、ギガクッパみたいに足が遅いキャラにしかできない。ガレオムとかリオレウスにはできなかったけど、しかも、ね、どこ投げても当たるっていう。危ない危ない。さあ、このライン詰められた時が、的確に。オッケー。ノロマだな、お前。ノロマな亀さん。火長い、はい、火。ワンテンポ置かれるから怖いな。回避、
クロスなんて、あ、でもクロス2回当たるからいいな。割とどの攻撃も効果てきめん、効果てきめんつけめん、リヒターイケメン、リヒターイケメン、リヒターイケメン、これやってると対局グラブ。リヒターじゃねえてかこいつ、シモンだ。あー危ない。あ、でも一番、え、マジで一番良さそうこの戦法。ただこの火はもういいや。いや火以外逆に食らわないし、火でダメージ受けたところで食っ飛ばないから危ないぜ。さあここ冷静に対処しなきゃいけないぞ。これでまたげるもんな、しかも空下で完璧じゃん。おい、あれが真のドラキュラだ、殺せ。いや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 、バカー。誰だよ、炎にバースされないって言ったやつ、バースされたぞ。8割自分が悪い。なんか炎に若干風圧があるせいでああいう死に方するんだけど、だこれだから復帰よくないけど、いまいちこいつの射程がまだ理解してないわ。潜水とか巻いてる、巻かなくていいか、もう斧だけでいいか、ぶっちゃけ危な。斧後先大きいんだよな。ジャンプから放ってる潜水が意外と優秀だったりする。万全僕らよ、お前インチキだぞそれ。どういう AI で食べてんの。ズルズル、崖際にいれば意外と安全性ある。これはしょうがない、しょうがない。これはどれ食えとか、さっきと同じパターンなんだから。ギリ届いてない、ギリ届いてない。もう一歩来たら向こう行きたい。やべ、行けなくなった。対空してくる、ためんなよ。正直舐めてた、ガレオムよりは少なくとも強いわ。なんかカウンター系のキャラで完封できないっていうのがまず普通につらい。多段技だらけ、下 B 横 B 下スマ全部多段で、なおかつ火あと横 B で掴まれたら死亡っていう。バーストなのがいない、ガレオムの場合超ダメージ食らってる時はさ、以外はレバーガチャでどうにかなったんだけど、それがきつい。さあこの三種の神器を使いながら、これの範囲が真ん中よりこっち来られたら無理。向こうまたぎたい、オッケー。向こうまたぎたいっていう時にしかも対空がしっかりしてくるから、そこがさりげ強いわ。避けれる。さあ崖がね、今までの人たちやって崖があるから、そこをうまく使わないと勝てない気がしてきた。これでもなんかパターン化してない割と。あ、なんか負ける気しない。ガレウムとかリオレウスみたいに半分切ったら行動パターン変わるタイプなのかな。でここ越えたらどこ行くと、対空もしっかり。ウエスマンよりもあの下 B の方が当たり判定最初にあるから怖いんだよ。だリオレウスみたいにボス全員ひるみみたいになってくれたらいいのに、それがあってもくれてもいいと思うんですけど。だからリオレウスの場合あの閃光玉と落とし穴なかったら勝てなかったせいだから。ちょっと火回避のために下強で、この下強強くない、空下か、危なっ。腕ちぎれろお前、ちょガードしたら割られる。何食らっても即死、また来て、欲張りたくない、危なっ。なんかあとスマッシュホールドしてくるからさ、見てからホールド余裕でしたみたいなやめてほしいわ、コンピューター特有の。あやばいやばいやばい。これインクリングってボスに対しても濡れるのかな。濡れねえ。長所失われた、ローラーで埋まらねえ。何もできないじゃんもうこれ、入ってるこれダメージ。水鉄砲じゃんただの。俺の愛すべきスプラットゥーンのキャラで負けるわけないかね。とりあえずインク貯めて、インク使う技大体弱いじゃんこれもう。この超高速空母を連発するしかない。あとこの空N、危なボム、危ない危ない。ローラーが何の役にも立たない。スプラッシュボム弱い、ダメだ。もう一番勝てる気しないよこれ。いやでも逆に相手の立ち回りを勉強するいい機会だねかもしれない。これ不利なキャラでどれぐらい戦えるかによって次のね、まあ、ちょっと勉強台として。あ、オッケーオッケーオッケー。多段ヒットをペルソナでガード、反逆ガードで全てなかった。それずるいわ。でも反逆ガードするまでもなくたまった、いでででででで、なくなるから、なくなるから。この構図かっこいい、ピストルをあの怪獣に向かって撃ってるっていう。これを簡単に華麗に避ける、おかっこいい。これ華麗に避ける、おお華麗に避ける。おふざけは終了で、なんかスマッシュかなんかしてくれないから、それされるとどうしようもないんですわ。あ、うお 0% いいね。もうこいつ分かってる、反逆ガードのこと。あ、いいね、反逆食らいすぎ、反逆ガードで。この状態の時になんかできればカウンター決めたいんだけど、もう減りすぎなんだよ。だから RCN のうっキャウンチョ、え吹っ飛んだけど。何今の、吹っ飛ぶこいつ、死ねそのまま。あ、死ねそ、なんかもうペースの消えて一瞬で止まった。え、なんでこいつヒルムとかいう概念あるのそもそも。痛い、危なー、カス当たり。
ほら、カウンちゃん、ヘッドバン、ヘッドバン、落とせるんじゃないこれワンちゃん。痛い痛い。カウンちゃん、落とせるぞ。言っとんだけ。カウンちゃん、それはねえの。なんでひるまねえの。他のカウンターキャラとかでも言ったらひるむかな。56%ペルソナガードしてたぞこれ。ほら吹っ飛んでくもん。これもう落とせるんじゃねえの。もう一回、おいテトラカン復帰に合わせて。あ、無理か。掴んでる掴んでる。かわいいってか、もう図体でかすぎて画面への圧がすごい。あ、戻っちゃった。溜めるぜ。戻ったけどすぐ戻ってくる。さあ溜めるな。つまりはカウンターしたら吹っ飛ぶってことだよな。他のカウンターキャラでも試してみた。一発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 。うえ、ちょっともうそれカウンターキャラ、うおら、全然ダメじゃん。まるでダメ男じゃんこいつ。一発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 、おら、まるでダメ男じゃんこいつ。シンプルにこいつの動き見てからカウンター間に合わないんだけど。しかも上、これ大体の技カウンターでかないでしょ。痛い痛い痛い。こんなの、こんなのひどい。読んでくるよ俺のカウンター。カウンちゃん、お、吹っ飛ぶ。しかもなんかだいぶ吹っ飛んだよ。あー、横スマに対してカウンターしたら吹っ飛ぶっぽい気がする。これ、カウン、お、吹っ飛ぶ。でも、ま、リトルバックのカウンター強くない？なぜかよくわからないんだ。これは食らいたくない。あ、でもこの程度でやったらいいわ。 KO ゲージになるから。火はあえて食らおうかな。お、カウンちゃん吹っ飛ぶといいぞ。そして起き上がりより、わ、ごめんなさい。だから KO 外したのにまた KO 溜まってる。ふぅー、ふぅー、ごめんなさい。帰りたいだけなんです我が家に。危な、スマッシュ、スマッシュっとけばワンチャン。ガンちゃんスーパーアーマーでどうにかできそう。はや、起き上がり、危な。一発だ、それは無理。一発だ、逃げる。カウント、ピットで火を吐く瞬間に相手の懐に、この瞬間に懐に入って、あ、いいねいいねいいね。でもあんま食らわねえな。他の今までのなんか入り具合に比べると。ピット普通に相手の上をまたぎやすい分安定しそう。もう最低な戦い方したら、もうぶっちゃけこのムーブだけしてたら勝てそうだけど、さすがにね。いや、そんな甘くなさそうって崖を有効活用してっけ。何と言われようと構わない。必勝法見つけた、最強じゃんここ。あれじゃ崖の下に出るという脳、ね、脳がないからね。でかすぎ。多段技が多いのがちょっといただけない。いいねいいねいいね。もう一回火入ってくるね。一定距離取ったら火を吐くっていう。オッケー、いいね。ちょっとだらしきりね。フォックスとかの方がいいか、やっぱり結局フォックスなのか。危ない。最悪こういうのもね、横火のスーパーアーマー活用すればゴリで、ゴリのゴリでいけそう。ごめんなさい、嘘つきました。知らない攻撃なら何やってもいいわ。なんでよりによってその一番最低な攻撃する。 215? あちちあち、もういいや、もう戻るだけやってもいいや。まず当たんない。ちょっとさっきの教訓を生かしてはみ出ない程度に、デブにはみ出させられない程度の。危ない、無敵がないから相手の攻撃とね、ちょうど噛み合わない瞬間をこの画面掴む。で一発加える。で欲張ってもう一発加える。で返してそこ、はい、一発加える。でもう状況に合わせて、あ、これです。状況に合わせて最強じゃん。あ、もうデブさ、思ったんだがさ、確かクッパの日ってさ吸収できるよな。勝ちじゃんこれ。勝ったわ。だってどんこれ何回でもダメージ受けていいんだもん。ダメージ受けたら回復すればいい。でも回復量えげつないでしょ。しかもひたすら三段ヒット。勝ち申したー、今回も勝ち申したー。美味しい、一番今までの中で真っ当な攻略法じゃない。誰がやってもクリアでいくと、ああいい、オッケーオッケー。例えば 80% 食らったような状況があるとします。でこの状態でちょっと距離を測りつつ、オッケーオッケー、もう一生回っとけお前そこで。あ、オッケーオッケー。171でも全然いい気がするわ。でこっからよ問題は。吐く、いいねー。ご視聴ありがとうございました。いやー、今までのボスの中でなんか序盤は強いと思ったんですけどね。まあ強い代わりにやっぱりこういう救済措置がね、備われてるってところがやっぱかわいそうな宿命かなって思います。はい、なんか、まあ、ギガクッパの思い出といたしましては、よくあのデラックス時代ね、ギガクッパとミュウツーとガランドルフ、あの3体になんかなかなか勝てないって言って悩まされて、なんかネットでプリンの眠る当てれば勝てるよみたいな感じで言われてたんですけど、プリンの眠る当てた後にガランドルフとミュウツーの2対1にそもそもプリンで勝てないっていうね、そういう思い出もあって、あ、そんなこと言ってたらダメージ食らっちゃいましたね。これも避けれるくんで、
141か、これやべえな、これこれやばいけど、どうしよう、火焼かれたらまずい、火焼かれたらまずい、おいおいおい、やめてくれよ、怖い怖い怖い、マジでちょっと怖いって、怖いよ、怖いって、やめろよ、火全然焼かねえ、こいつ早く早く、あー、ありがとうございます癒されます、ベベ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 、あー全然いい、ありがとうございます日頃の疲れが癒されますわ、下様3連当たらないよ、下様3連、まあ俺を倒したかったら一撃で俺を殺す技を持ってくることだね、ファイヤーファイヤー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、またお越しください、はい、どうもこちら焼肉カルビ1人前になります、塩と味噌の方よかったらお使いください、あ、伝票の方こちら失礼します、僕は焼肉屋で働いていた経験、だが大体いろんな居酒屋とかそういう方やっていて、大体男ってあのキッチンを任されるもんですけど、俺は料理ができない男なので、ね、あのホールを任されていたんですが、大体そういうホールって可愛い女の子とかが任されるんですよ、なんでそういう子たちがめんどくさい客にから居酒屋とかだったらやっぱ絡まれるんですよね、そういうのに絡まれてる時にあの矢面に立って男がそういうやつらのヘイトを買わなきゃいけないんで、全然ね、楽な仕事ではない、もう客から正々堂々正面からゲロを吐かれる仕事だと思ってるんで、まあ皆さんもね、大学に入ってバイトを始める際はね、まあでもどっちもどっちだな、キッチンはキッチンで痛い、ラーメン、中華麺、僕イケメン、マカロニサラダ、そんなひどい殺し方すんなよ、どうもシーザーサラダ、どうもジャコネギサラダ、どうもソーフサラダ、シキュウリの塩漬け、野菜炒め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 、野菜だね、何それ、指が疲れたぽよ、無理ぽよ、こんなの絶対倒せないぽよ、痛いぽよ、もう無理ぽよ、怖いぽよ、火が欲しいぽよ、ぽよ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 、気持ちいい、避けて頑張るぽよ、痛いぽよ、無理ぽよ、もう気持ちいい、危ないぽよ、いつ死ぬぽよ、こいつもムー君の指限界、もうダメぽよ、もうダメぽよ、無理ぽよ、野菜炒めぽよ、やー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 なの、嫌なのに、嫌なのに超えられない、気持ちいい、どうも、どうも、行くぽよ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 ね、溜めるぽよね、指が痛いぽよ、半分ぽよ、しれ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 、届いてないぽよ、短足ぽよ、マイナスなんとかになって痛いぽよ、もう無理、気持ちいい、燃えるぽよ、燃やしてれば勝てるぽよ、これ正直無理に近づいていこう、もうそれだから、ワンヒット火に当たってヒットストップで遅れて食らうぽよ、いやぽよ、死ぬぽよ、これ絶対気持ちいい、燃えなさい、だからそれなんか学習しろ、これ気持ちいい、もう火は封印するぽよ、ヒットストップで当たるぽよ、避けるぽよ、想像力が足りないよ、痛いよ、このままじゃやられちまう、想像力が足りないよ、一ヒットするから、オッケーオッケー、早く早く僕を気持ちよくさせてくれ、不安なんだ、
不安で眠れねえんだ。 80% 食らってると。お願いだよ、いつも不安なんだよ。こうして 80% 食らってるとさ、なんか出た。うん、本当やだ、本当やだ。ちょっと頼む、それ勘弁して。ビクトル平地さんに、そういうこと。ああよかった、優しい。そしてオアシスの恵み。やばい、あんま隠してない。もう一回くれない？もう一回、もう一回、もう一回。ああいい子、本当にいい子、大感心。こんなしょうもないし絶対しないよ。ちょっと横通るぽよ。 1PK ファイヤー、 2PK ファイヤー、 3PK ファイヤー、グランドスラム。いたし、ちょっと引いて。火のダメ、火の番じゃない、火の番じゃない、やっぱりねー。あたたたたた、ファイシャー。痛い剣について、死ぬ剣。それワンチャンレバガチャ遅れたら死ぬ。お前ほんと、お前、お前ってやつはほんと、ヒープリス、ファイアプリ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 、ノー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 、ファイアプリ、ファイアプリ、ファイアプリ、ノー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 、ファイアプリ。おほほ、お前ほんとオレンジジュースだな、お前。あたたたた、あたたたたた、あたたたたた、あたたたたたた、の避けれないんだけど、なんか。あ、ファイアプリ、この距離ファイアしてこないよ。ファイアプリス、ファイアプリス、ファイアプリス、ノー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 、オレンジジュース、ドン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 、センキュー。 What? 火柱ヒット、 What? もうマジ無理。もうなんか今までの時と違って体力が多すぎる。そのカウンターとか反射がないせいで全部自力で削らなきゃいけないから、もうなんかもうめちゃくちゃ強くないんだけど、正直自分のプレイの一つのミスで全てが終わってしまうから、せっかくあそこまで削ったみたいな。集中力の戦いだもん、こいつの戦いというよりも精神の戦い。こういうのとかのワンテンポ系のね、ハイム色もだから集中して当たんないよこんなん。これラストするわ、もうこれでクリアできなかったら失踪します。このボスらしき企画、こいつを最後に失踪します。これでクリアできないようだったら、もう俺は一流の YouTuber になれない。俺は何のために YouTube やってるかっていうと、高評価もらうためだから。もうやっぱ高評価のために生きてるからさ、これ勝ったらお前ら俺の高評価になってくれ。高評価してくれじゃなくて、俺の高評価になってくれお前ら。そのため、いざ高評価がかかった時の MKR は強いよ。ちなみにだけど、負けるビジョンが見えないもん今。負け方を教えてくれ状態入ってる。こういうなんか無駄なね、喋ってるところから雑念が生まれて死ぬから、それすらもちょっと、こういうダメージ食らった時はもう一旦距離取っても、オアシス21。ドクターフィッシュなんだよな結局。たまには PK さんだ本当に。次俺がなんか余計な行動したら虚勢するわ、自分のチンポちょん切るわ。もう下スマと横ビー以外しない。あ、じゃあ下スマと下ビー以外禁止。あぶんな、ヒッ、オッケー。はっ、やってたやん、インチケインチケインチケ。ごめんね、インチケなんて言って。まあいいやつだよ。あとちょい、あとちょいなのかどうかも分かんないんだよな。あと下すま 20% ぐらい MKR 残だと一発。あ、はい、すごい、100点満点、キックキック、はい、すごい、はい、171万点満点、ありがとうございます。たまには PK さん出してよ、ビュー、どうすこい。たまには PK さん出してよ、ヒュー、どうすこい。たまには PK さん出してよ、ヒュー、どうすこい。PK フリーズまで挟んでいく。当たんないってば、神に祈るのみ。耐えて、神様ってほんまいるんやなって思いました。もうもうワン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 プリワンワンファイアプリズ、ワンワンファイアプリ、ありがとうございます。本当に神様っているんだね。たまには PK さんだ、ふざけるから負ける。今まで俺は何度ふざけて負けてきた。
意外にしろ。本当にいい加減にしてくれ。嫌いだ自分が。自己嫌悪、自己顕示欲からの自己嫌悪。活動すればするほど自分が嫌いになるよ。こういう耐えて耐えて耐えて。神様俺に力を。はいすごーい、はいすごーい。負ける気がしねえ。なんかふざければふざけるほど負ける気がしねえ。真面目にやればやるほど勝てる気がしねえ。どういう原理これ。痛い痛い痛い。あー痛いけど全然いい。なんか実質ノーダメージなんだよ今んとこ。あの PK サンダーをさ、こういう風にさはびこらしといた方がさあ、これでいけるじゃんってか。行きようと言われても構わない。あ、ちょ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 、今やんないでほしい。食らいすぎ。あ、ブロー。ちょ、近い近い。ガチ食う距離やめろよ。あ、しまった。間に合って、ま、若干間に合ったけど、もう一回、ま、やりなさい。してそれよ、くばっちゃう。これで負けたらマジ笑いもんだから。ちょ、しっかり回復して。あ、ありがとうございます。またお越しください。お客様ありがとうございます。またお越しください。お客様、ハンカチの方お忘れですよ。ありがとうございます。セフレになってくれ。来た、それ死ねえ早く死ねえ。対戦ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。